京都市東山区にある江日山東福寺は臨済宗東福寺派の大本山です。時の摂政九条道家により嘉定2年1236年から建長7年1255年まで実に19年という年月をかけて造営されたと伝わります。東福寺は長く京都最大の前園としての面目を伝え、現在も鎌倉室町期の国宝重要文化財が数多く残されています。東福寺の境内から東への参道を進むと、同じく臨済宗東福寺派の最小金剛院があります。ここもまた九条家ゆかりの寺院であり、墓地には九条家の始祖九条兼実の廟所である八角堂が所在しています。法然上人はその生涯において著書や和歌などを残していますが、その中でも浄土宗の根本聖典であるのが千着本願念仏宗です。通称千着宗は法然上人66歳の頃に成立しました。千着宗の戦術は九条兼実の求めによって行われたとされています。九条兼実と法然上人の出会いは、兼実の日記玉葉によれば文治5年1189年であったとみられます。朝廷において政務に邁進していた兼実でしたが、この前年嫡子の義道が22歳の若さで逝去するという不幸に見舞われました。失意の中にあった兼実は専修念仏に救いを求め、その信仰の深さは上人に帰依した数多くの人の中でも他に比類なきものであったといいます。兼実はたびたび法然上人を招き、上人が訪れた際に自ら庭に降りて迎え入れたという様子が法然上人行状絵図には記されています。建久9年1198年、兼実は法然上人に浄土宗の教えについて記した書物の執筆を願ったといいます。この頃の法然上人は繰り返し病に伏せっており、自身の優れぬ体調を鑑みて将来に浄土宗の指標を残すためにも執筆を決意したとみられます。そして成立したものが千着本願念仏宗です。その壁頭には往生死後念仏以前と記されています。千着宗では全ての人々が救われるための仏道実践として、称名念仏が唯一にして絶対の行であると明示されており、法然上人の思想はこの書を中心として現代まで変わることなく伝わっているのです。